入るね、入るけど結構タイトだったな今。傷が入るね、これ。これもともと打ってあるビスがですね、こんな感じでもうだいぶ違うと。僕ね、跳ねないとここに接着しました。これです。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はねこれです。じゃん。G&P の、カスタムパーツなんですけど、これがですね M870 用のねレシーバーレールです。これが、どうやらこの間ですね、準備したマルゼンの M870 ポンプアクションでカート式でパワーソースはガスっていうものなんだけど、これにどうやらつくっていうのでね、僕はこれのレールを探してたんで、じゃあこれつけてみようというところです。まず早速じゃあ開けていきましょう。こんな感じ。なるほど、アルミかな、重量的には。な感じで、ここはピンとで両側から止める用のビスがついてますと。そんな状態です。2ミリのヘキサゴンで、パーツの構成としてはこういう構成かな。サイズとしてはこれマルゼンの M870 だけど、入るね、入るけど結構タイトだったな今。傷が入るね、これは。ここね、ちょっとうかうかしてるとここで傷入れちゃうね。そもそもこれ樹脂レシーバーなんでね、マルゼンのはね、なんとも言い難いところですが、ちょっとこれ広げてやった方がいいと思いますよ。でね、これ取り付け方法としては、ここレシーバーのね、ここピンなんですよ。ピン抜いて両側のビスを抜いてで入れ替えればいいんですけど、ただ1点ポイントがあって、ここのビスが、ビス自体が違うビスなんですよ。今ちょっと外しますけど、これについてきたビスと、これもともと打ってあるビスがですね、こんな感じでもうだいぶ違うと。ビスがね、ほんと気になる人はこれ準備した方がいいですよ。付属のビスでネジ切りながら止めるって感じになるんだろうけど、斜めに打っちゃったら嫌だなとは思いますが、どうだろう、この辺は個々人の判断に任せるしかないですけど、僕はこのついてきたネジを使う方向でいきます。あともう1点ちょっとね、内側傷つくのがちょっと忍びないんで、申し訳程度アルミテープだけ貼って、でちょっとね浮くんで、僕ね跳ねないとここに接着しました。グロック 18C、 東京マルイのグロック 18C の衝撃対策とかで使ったやつ、まだだいぶ残ってるんで、これを細長く切ってこのレールのこの部分に貼りました。この部分浮くんでね、でここに跳ねないと入れれば脇の部分は当たんねえんじゃねえかなと思うんで、こんな感じでね、接着しときました。表から見たら分かるようなもんでもないんで、こんな感じでね取り付けていきます。前側はピンです。で後ろ側はビスです。もう片側、反対側外してあるんで、このビスね、六角でこう外していきます。このビスですね、レールについてきたビスを使っていくんで、リア側はちょっとね長くなってるんで、こいつを一回ね、ある程度の位置まで入るように、結構力がいるんですけど、キュッキュッときっちり垂直に入るように癖付けをしておきますとね。でここのピンを抜いていきます。叩けば抜けるんですけど、外れますと。でピンの太さは変わらないんですけど、もしかすると G&P の方が若干きついかもしんない。入ると思うけどね。で両側からネジ穴切ってあるんで、これに交換しないと、取り付けられないと。トリガーガード若干ずれるんで、こう穴位置はちゃんと見てやって、手で入る位置もあるんで、でコンコンコンと打ってやると、プラハンマーかなんかでね、そうするとツラまで入ります。特に
加工だなんだの必要はなさそうですね。たらあとはかぶせてビスで留めていけばいいだけです。まあ羽ネナイトのおかげでね、こう上はしっくりフィットするはずなんでね、まあ特にもともとついてたビスなんで違和感なく締まっていきますね。はい、最後はね両側、本体側にねじ込むビスを両側キュッと締めてやって作業は完了ですね。もういいですね。ここの隙間がなくなった分もうガタはないんで動かないんでね、いいと思います。で余ったパーツは純正のピンと、純正のビスが余りましたと。こんな感じ。いかがだったですか？ G&P のね M870 用のマウントレール、いいですね。マルゼンの、M870 に遠くに無加工でスパッと取り付くことができました。これはこれでいいですね。で早速このわけのわからねでっかいスコープ乗っけてダイモン団長仕様にするっていうね、ストックもないのにねアイリリーフ近すぎて覗けませんよみたいな状態になってますけど、まあこれはこれでね。なんでこれマウントレール欲しかったかっていうと、せっかくこの M870 を購入したので、マルゼンのね、カート式だけどそれなりに命中精度あるかもしれないと思ってレーザーサイトでも乗っけてね、でお座敷シューティングっていうか箱出し性能チェックっていうのをやってみたくて、やっぱりレール先だなと思ってまずこのレールを取り付ける動画を上げましたと。なんで開封的な動画はねこのレールがついた状態でやっていこうかなっていうところなんですけどね、こんな感じです。まあ僕はとてもこれレールが欲しかったんで、ね、気に入ってますがしっくりくっついて嬉しいです。あとまあ動画内でもお伝えしましたけど、ここのねリア側のビスは無理やり止めてる形になってるんで、これ気に入らねえよって人は純正のビスに合うやつで2ミリぐらい長いやつを準備するといいと思います。ただこれサラビスじゃないんで潜らないですよ完全には。なんでその辺も含めてねビス探してみるといいかもしれないです。僕は無理やりねじ切りながら止めましたと。こんな感じかな。ということで今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし、すげー気に入ってますよ